はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、僕ね、うん、見事にね、はい、僕釣りで正直こう対決ね、うん、今までいろんなことをやってきたんですけど、はい、負けて初めてです。え、でも2対1やられたんですか？いや、それが今まで4対2とか。あ、そうなの？それでも絶対勝ってきたんですよ。いや、今回は、はい、すいません、僕は正直な話、この川岸ゆかと知り合って何年になるの？もう6年6年で、はい、初めて一緒にやってよかったと思います。長いことかかった。なるほど。今まで何の役にも立たなかったんですけど、で今回も釣りも初めてやし、もともと横島の考えがあるじゃないですか。そうです。要するにそれはだって釣りをしたいよりかは自分の仕事に役立ちたいから、自分は釣り代わりになりたいって言うたら、釣りではなくてまず仕事のことを考えてるからね。なるほどね。そうだから、これが多分あかんよなと思ったら、まさかのね、彼女がもう大健闘してくれたんで。いや、すごかったです。いや、なかなか釣れないです。今までちょっと思い出してみたら、はい、あれなんですよ、まあ、3年ぐらい YouTube やってるんですけど、うん、ずっと 船釣りしてて、あの辺で釣ってるんですけど、鈴木、まず60センチは記録です。え、だから50センチぐらいは釣ったんですけど、でっかいで。じゃあやっぱ大きい方やったってことですか？まあ、鈴木はね、80とかもいるんですけど、僕ら鈴木あんま釣れないんで。へえ、珍しいってことですか？そうです、釣り好きやねんではすごく珍しい。みんな絵的にも映えるってこと？映えます。うわ、最高です。嬉しい。あと、黒田さんだから釣った黒田。黒田、黒田まだ言ってる。黒田は船で釣ったの初めてです。あ、そう、はい、初めてばっかり。全然キヌって言われてるやつですね。そうです、まあ、はい、ということは、まあ、先生のと我々は買ったってことです。そうです。だから今日はもう思う存分釣った魚を、ご馳走ありがとうございます。やったー、はい、ごちそうさまです。はい、それではゴロちゃん、料理の方お願いします。お、これは、あ、これは板さん。はい、黒鯛。これは黒田さんの黒鯛でございます。出ました。ゴロちゃん、はい、黒鯛にそれはダメ。あ、ダメだ。誰が言うと、あんたが初め言うたやん。大阪の、はい、南港とかで取れた、やっぱり正直な話、はい、まあ、黒鯛とかチヌというね、はい、ちょっと臭みが食べれないみたいな。正直そうです ね。黒鯛は海遊ではなく五木の魚になるので、その場にずっといてる魚なので、ね、そこ その海の状態、その水が割れてれば当然、ね、はい、ね、匂いが身に移ったりはしますので、食べてるものにもよりますけど。で、ここやっぱり和歌山で取れたやつは問題ない、はい、問題ないです。お、全く問題ないです。あ、そうですか、はい、今日はこれはお作りと、あと握りと、はい、用意させていただこうかなと。ありがとうございます。では行きます。さばかしていただきます。これあれかな、もうさ、はい、タイのね、はい、お頭をね、はい、要はほら腹だけとかするんですやんか、はい、やっぱり黒鯛とマダイと味ちゃうんかね、煮付けにすると、ね、正直黒鯛を、うん、南港とかではおかかりで釣ったことあるんですけど、食べないじゃないですか。食べない。これ釣った黒鯛食べるの初めて。これ板さんどうなの、やっぱり味変わるんですかね、このお頭は。黒鯛のお頭の煮付けは食べたことないですね。あ、みんなそうなんや、ね、はい、あまり黒鯛自体がその市場に出回ることが少ないので。そうやね、お寿司屋さんで、ね、はい、あんまりそうなんですよ。死ぬって黒鯛は見たことないもんな、ね、はい、でも新鮮やったからこそ美味しかった。もちろんです。はい、やっぱりマダイといえば味がちゃうんでしょうね、おそらく。それちょっと比べてみたいな。ぜひ、はい。でもやっぱりその何本も釣れた魚や釣りたてやりとかって、はい、北さんからするとこの魚はちょっとあかんな、お店で立てないなのもあるでしょう。もちろんね、はい、当然ございます、でもやっぱこれはいいぞというのもあるんですか、逆に。もちろんです。今日いろんな釣ったじゃないですか、僕も、はい、おっさんとお兄ちゃんが、はい、正直な話、買うならどの魚なんですか。これは正直な話で、うん、100% 鈴木です。ああ、はい、そう、鈴木はね、やはり今が旬なんですよ。今しか食べれない夏のお魚が、一応年がら年中釣れますし、その養殖もされてるので、うん、手に入るんですけど、天然物といったらもう夏の代表的なお魚が鈴木ですので、形もいい、形も良かったです。うわ、嬉しい。まんまるとそのただのおデブちゃんじゃなしに、しっかり身の詰まった脂の乗ったおデブちゃん、うん、ああそう、はい、よかったですね。身の質も良かったです。一緒にやるね、あれ。あ、
愛情は。え、正直な話、ここからね、はい、あれやったら1匹買ったら、あの続き、いちゃった、うん、いくらぐらいなんですか。そうですね、一応ざっと、僕らが市場であの状態のものを買ったら、おそらく5、6000円ぐらい。いや、これね、あれなんですよ、網にかかった魚じゃないんで。あ、そうなんか、痛んでるんですよ。釣り物っていうのは、結構高価。え、まだ分かれるんですか、違うんですか、仕方によって。網にかかってても、はい、かかった時死んでるでしょ。あー、よくな、味が落ちるんですね。でも釣りは釣って、生かしといて、それを血抜きして、ちゃんと一匹ずつやってるから、全然違う。全然変わるんですね。なんかこの前、淡路島で、はいはい、あの漁港のところで釣りやってはってね、はいはい、聞いたら話ですけども、はい、結構大きいあのマゴチが釣れたんですって、それをすぐにその漁港に売りに行こう、はい、行け言われて、はい、もう素人の人ですよ、はい、売りに行ったら10万円言われたらしい。えマゴチ、それは衝撃な値段ですね。びっくりして、はい、夢ありますね。なんかそれ釣ったんですかね。相当でかかったですよ。だいぶでかかったみたいですから。だからもうその高級魚なんで、はい、でマゴチもあの五目釣りするもんな。釣れます。なあ、あのここらへんと落とし込みあるじゃないですか、はい、あれでも量来ますよ。ねえ、ね、あれであとサワラとかヒラメ、ヒラメねえ、ヒラメ釣りたかったな、ね、もう一回ちょっと行かなあかんな。そうですね、ねぜひぜひ行きましょうよ。このままやったらモサも夜も寝られへんやろ。私が言い方じゃね。夏の鯛というのが時期的に麦わら鯛と申しまして、うん、1年で一番ちょっとあの味が落ちてしまう時期なんですよ。そうか、あの産卵の後のシーズンになるとどうしても白子とかマコの方に栄養がいって、うん、その終わった後なので、はい、どうしても身が薄くガリガリで脂が乗りづらい、うんはい、時期になってますので、はい、でも今日のこの黒鯛はまだ身も厚いですし、うん、油も程よく乗ってますので、はい、いけると思います。イワシ食ってる鯛はうまいって言うんですか。そうですね、でイカ食べてる鯛は寄生虫が多いって言うんです。あ、やっぱりそんなのあるんや、はい、いかんね、それね。あ、もうやめてもらえろ。疲れてるやん。そうそうそう、すみません。で、ちょっと一番ちょっと気になったのは、まあ、ギッシャンがバシバシ犬を釣ってる時に、はい、黒田さんまでガシガシ釣ってなくて、そう、あの時のギッシャンずっと笑ってて、こういうね、なんかこう自分が一つのことだったらもう周りに意見を持って初めだってこんなイワシとかの落とし込みの時に、はい、こんなイワシがでけーとか食べられへんとか言ってたくせに、はい、一匹釣ったらね、ぐちゃぐちゃでかっもう首からぐちゃーってこうイワシそんな調子乗ってないですけど、うん、あの時はちょっとヒヤヒヤしましたね。でも正直、でこの本当にこの死ぬで助かったもん。あれね、言ってましたもんね。俺あのままやったらガシラのままやったらちょっと絵的にもきついやし、そうそうですね、なんか立場的にもきつい。僕も気づかったですよ。ホッとしました。この黒でなんか絶対バレるな。何してくれますか。こちらスズキですね。あ、スズキを細切りにしたものと、ミョウガ、ネギ、生姜、刻んだもの、あと自家製のごまだれ、ほらで、なめろ風に、あ、いいですね、はい、うわうまそうやな、これ器がええし、ありがとうございます。これ上にイクラついてる、はい、ちょっと厚い、贅沢。このイクラもなんかあの釣った魚に入ってたんですか、これ。は、はい、入ってました。入ってるかいな。じゃあいただきますか。はい、はい、じゃあいただきます。はい、なめろうでございます。スズキのなめろうです。ミッションの釣ったスズキ、いただきます。はい、いただきます。心して食べるわ、ミッション。はい、ぜひ召し上がってください。いえいえ、もう、本当にあの、ほどのいい、ほどいい油の乗り方。はい、はい、うん、で、あれやね、あの続きと思われへんぐらいのなんか臭みの中、いや、ないっすね、うん、最高、ありがとうございます。この身の弾力とこのね、イクラのプチプチ感がすごい、はい、すごい食感が面白いこの料理ですね、これ。ありがとうございます。いや、一緒ありがとう、美味しい、めちゃくちゃ、ね、最高、さっき言っていただいた満足感でいっぱいです。まさかこのね、釣った魚食べる会でスズキ食べれるなんて。ほんまやね、はい、ハマチばっかり思ってたらね。そう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 、ね、
ね、青いものばっかり嫌やなと思ってたよ。青いものまあ、ハマチもまあ3切れ食ったらもうええもん。そうそうそう、うちの会社、あの昇給のその査定が釣りなんですよ。なんだそれ。どんだけ仕事頑張ろうが、どんだけ売り上げ上げようが関係ないんですよ。完全に出たら、もうこの仕事っていうのはある程度やっぱ運も必要なんですよ。はいはい。でそこで運を見る。そう、どれだけのこいつは運を持ってるか。ほんで今回もし理事長が新入社員やったら結構な給料上げる。ここに出しました惜しいことした入ってよかった。いやでもことごとく釣り対決それするんですけど、僕絶対勝つんですよ。ああそうなんだ。でボコボコに負けてても土壇場で逆で食えってやつですね。ゴリゴリしてる。うん、結構脂乗ってますね。うん、スズキって結構もうお肉自体に結構味がしっかりしますね。はい、そうやね。なんかこう、あこれも美味しい。あのちっちゃい鯛が炙ることによって香ばしさが出て、うん。や、ちっちゃい鯛ちっちゃい鯛って言いますね。まあ、僕も大人げなかったです。小さくでも5ポイントや言ってましたけど。ちっちゃいタイでも5ポイントですからね、タイだったら。チャリンコでも。出た。めっちゃ美味しい。なんか全然コメントって。いや、邪魔したらあかんなって思って、私も言いたいことはいっぱいあるんですけど、控えめにしてたんです。言うたらええやん。全部言っていただきましたんで、脂乗ってるし、美味しいし。どういうとこちゃんはポンコツなの言ってよ、ちゃんと、お前。いや、でも皆さんおしゃべりしてたから、ね、そのあんまり私が言ってもね。でも、ポロちゃん。はい。同じ魚でも、はい、ちょっと調理法を変えるだけで、確かに。そうですね。すごい表情を変える。はい。表情を変えるという表現がもうさ、今日のプロです。今日黒田さんに行くから、はい、それっぽく喋ろうと思って。なるほど。そう考えたらギシャンポンポン。いや、ほんまに思いました、今。やられた。でも魚のコメント力がちょっとなかったんで。いや、そこはいるで。そこ絶対に釣りがあればいるわけで。この魚こうして食べたらね、こういう風に美味しいんですよとか。味とかに。それは言うた方がいいわな。家でその時こう、いつか釣れるかもしれんやん。そうですよね。もし釣れた時のコメントもういけるか。そうですね。まあ、スズキやったら油が乗っている。まあ、夏やから、すごい身もしっかりしてて。やっぱりこう、調理法を変えると表情変わりますね。バクテリア完全にバクテリア。調理法を変えるとっていうのは、釣った時に言うてもおかしい。そうですよ。釣った時に調理法を変える目標もないよ。では続いて、おこちらがツバスの一夜干しです。今日釣られたツバスを、軽くお塩をして、開いた後にお塩をして、ユーアンジという和食で使われる醤油、みりん、お酒とあと柑橘系の、液体を入れたものに、数時間漬け込んで、でその後また数時間干して今じっくり焼き上げましたので、うわー、これは分けれます。はい、もちろんこちらでやらせていただきます。はい、すごいちっちゃいですね。せやね。はい、まあ、おひたしになってますので、大根の剣道は普通に食べて美味しいものですので、はい、もしよろしかったらぜひ。はい、あ、美味しい。ありがとうございます。うん、うまい。ありがとうございます。あ、これはでも新しい、もうなんか、あ、いつも青物の、青物の焼き魚ってなんかないもんね、あんまりね。そうですね。この丸ごと一匹焼くっていうのは、これは美味しい。冷やこしにしようから余計美味しいね。ねえ、なんか油を乗って、すごく香ばしいですね。もうさ、あのまま焼いちゃうと、はい、多分やっぱ油を吸わせやから乗ってないけど、一夜干しにする頃でアミノ酸とか出てるね。あ、なるほどな。だから確かに旨味がめちゃくちゃありますね。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。黒田さんがご覧の品を伺ってます。何ですか、ガシラ、今日は絶対。あ、楽しみにしてます。ガシラの煮付けはやっぱり煮付け界の方が大勢だと思ってるんでね、ガシラって。しかもめっちゃ A サイズや、大丈夫かな。めちゃくちゃ A サイズです。あ、そうやね、いつもね、これぐらいで。はい、でもおそらく、えって思うと思います。あ、そう。はい、開いてみて、いきます。せーの、あら、お、あら、
ガシラと夏野菜の炊き合わせですね。あ、しかも倍貝入ってんのこれ、はい、すごい。え、で、売りですかこれ。それは冬瓜ですね。あ、冬瓜、はい、あのガシラ以外は夏らしくちょっとひんやりと冷たく、あったかくなって、はい、わあ、これはゴロちゃん、めっちゃ豪華、めちゃくちゃいいやんか。あ、なんか夏の夏の時にあんまりね、アブザーツよりそうですね、はい、あっさりとちょっとすっきり召し上がっていただけるように、うん、煮つけてるだしというかは、うん、あのそこまで甘すぎない、そうですね、はい、嫌な、あのなんかね、魚とか野菜を邪魔しないぐらいの 甘、はい、甘み、ありがとうございます。これはみりんのみ、これはちょっとお砂糖も入ってますけども、はいはい、ほとんどの甘さが、ガシラのアラ、頭と、頭と、中骨をしっかり焼いて、へぇ、そこからちょっと出して、わーベースに作ってますので、うん、でも煮付けといううまい黒田さん、ね、うん、もう今ね、YouTube で煮てますんで、はい、これは美味しい、上品な味だわ。ありがとうございます。だから結局、変なことせんと、はい、ガシラの、はい、そうです、ガシラの味だけで、味だけで、はい、そうです、うん、ね、全然臭みもない、ね、まあ、だから野菜からほんのり甘みも出てるんだよね。でね、これ見てください、これ細かい仕事やね、これ、はい、いちいちこの40分ほどかけて下焼きしてから、ネギをこれきれいに焼いて、ガシラがうまいな、おいしいね、ガシラこれやばい、これはうまい。これこの一つの器の中で、はい、このあったかく食べれる食材と冷たく、そうそうそう、食べれるこの食材を交互に食べる、はい、このコントラストがすごく、うん、本当夏のこの素敵な食べ物を今いただいてるなっていう。全部が冷たかったらね、そうそうそう、なんか安物臭くなりますけども、はい、バイガルは串が刺さってますので、これで、はい、すごい、もう一度剥いてますので、はい、そのままプルッとすぐ取れますので、これはゴロちゃん上品、はい、うん、バイガル2時間下焼きして、うわ、えらい時間かけてくれはって、もう申し訳ないわ。その後にまた3時間ほど、リアルに作りたいと思います。グッ、ありがとうございます。何も言えへん。全然、矢継ぎ早に皆さんお話するからね。いや、味の感想ぐらい言うたよ。いや、美味しいってずっと言ってましたよ。確かにとか。一つちょっと豆知識として、和食で出てくる炊き合わせっていうのは、うん、別々の味で炊いたそれぞれの食材を一つのお皿で合わせることから炊き合わせっていうので、一緒に炊いたらあかんねん。そうなんです、そうなったら煮物になっちゃうんですよ。なるほど、別々の味で炊いたものを一つのお皿で合わせる、炊き合わせっていうのを、じゃあ、あの、はい、未来勘違いしてんねや。そうですね、炊き物と炊き合わせ、はい、ちょっとだけニュアンスが変わるので、ということは時間が空いたらそんなに手間暇かかったから、炊き合わせと煮物は違うわけですね、はい、入ってる食材の数だけお鍋使ってますので、あ、おお、ありがとうございます。また身が至難程度に、あ、そうですね、本当に、はい、ね、一番嬉しい言葉です。あんまり煮詰めるとね、やっぱりだいぶ旨味が逃げちゃうけども、はい、このちゃんとガシラの旨味も残して、はい、ありがとうございます。脂身も残して美味しい。確かにね、もうさ、はい、まあ、魚のまあ切り方っていうのも美味しさは分かるんだけど、はい、刺身とかね、はい、でも素材が美味しかったらまあまあ美味しいじゃないですか。そうですね。でもやっぱり煮付けでそこのお店のなんていうんですか、腕というか格というか質というか、それが分かったりするから、そうですね、まあ、やって炊き合わせの中だったら美味しいっていうのはこう本気の店ね。やっぱあえて炊き合わせの一品一品こう食べてると、あの、あ、ものすごいこれ作るのに時間かかってるなって感じる時あるじゃないですか。それをやっぱ食べる側もね、そうですよね、感じないでしょ。これ板さん作り替えがないですよね。そこまでおっしゃっていただいたらもうね、めちゃくちゃ感じてる、感じてる、めちゃくちゃ感じてますよ。指さされてるから気づかますよ。定食屋で食べてるのかなみたいな食べ方めちゃくちゃあれだってもう感じてる。やっぱりなんか言うんで、ちょっと味はどうやってる、あ、言うた方がいいと思うで、あ、それ合間を縫って今度からリオにします。いや、ガシラどうやったの。ガシラめちゃくちゃの夏のさっぱり感とガシラ の中に入ってる旨味、ね、ガシラの中に中に詰まってる旨味と対象の味付けのバランスがもう最高でした、うん、ありがとうございます。はい、なんかビッシャンなんかは自分の確かに思ったまま、うん、まあ、それが美味しいやったらそれでもいいんかもしれない。いや、他にも全然あったんですけど、うん、もうお二人が言ってらっしゃったんで、うん、言ってもっともって言葉を探ったらあんな形になった。わかりました。じゃあ次の一発目のコメントお願いします。そうか、失礼しましょう。全部なんか後付けするからさ、そういうとこちゃうの嫌われるの。
らが言ってしまった言い訳ばっかりすんのだからそれでこちゃうちげえな、次くんのもうストップしてもらえばよかったもう仲いっぱいです次は何のこれ、はい、タイのハラミはうまいですよね、はい、握りはまず黒鯛から黒鯛からもう黒鯛の初めてですわ、はい、メッセンジャー黒鯛何言ってるんですかおらんしょけ言うてる聞いてずっと言うてるねえ、お前も聞いてますよね嫁浜もリカンする言うてるずっと言ってほしいうっとしい何回言うねんこいつみたいな次はほんならギッシャンの方からちょっと追い立てもらいますかしこまりましたいいですよちょっとチョコレポレージュの方が失礼しますギッシャンどうぞじゃあカメラ2台いってるからすごい大変言えよお前ねえ私なんかシーンとなっててすごい緊張したいやみんな待ってんねんめちゃくちゃシーンとなるから雑談していただいてていいのになと思ってめっちゃ美味しいですよあのシャリの甘みと黒鯛のさっぱり感と身のプリプリ感がすごい合ってて美味しいもう嫌やなんか緊張して萎縮してます今私あそれは良くないね。そういう空気を作ったのが悪いね。でも臭みは全然ないです。うん、臭みない全くなかったです。うん、逆にだから、はい、まだよほど油乗ってへんからこそ、そうですね。そのあれですね、今振りかけてくれた、はい、その素だしの、はい、と合うね。はい、うん。もうそのまま身の味がダイレクトにきますので。ですね。はい。それをちょっとこう底上げするための素だしです。なるほど。淡白なやっぱりね、はい、すごく淡白です、軽い感じがしますね、うんうん、軽いシャリの甘みって何シャリの甘みはおそらく僕が解釈したところによるとシャリの奥底に潜む米本来の甘みを感じ取りやったからかはい、それをすごい感じ取りましたありがとうございますはい助けられてるめちゃくちゃ助けられてますやっぱりこのシャリもね、程よく人肌ぐらいのあったかみたいなのが美味しいね、はい、米がだいたい33度から36度の間が一番甘みを感じやすいのですそう、はい、へあじゃあ、ギッシャンの甘みを感じたっていうのはあながち嘘ではそうよそうなのでちょっと僕は正直驚いていますあ、はい、素晴らしい味覚の持ち主だなとそこまで言われたらちょっと私もびっくり出るんちゃいますか、はい、こいつの旦那が社長で福島に住んでるってことだからいつもさんなんで上場は常連になってもらおうと思ってちゃいますぜひぜひひょっとしても常連さんからお願いしますはい、福島の気持ちだったらいただきます続いてこちらギシャさんが次発った大きいマダイでございますあれ最高だな、はい、あのタイはこれ良かったでしょあのタイは良かったです身の旨味がダイレクトにきますうんはい今日はこちらは特に、何も小細工なくはい、分かりました。うん。うん。比べさせてくれてありがとうやり。はい。はじめに、はい。クロダイを食べさせてくれてありがとうやなっていう感じね、うん。ありがとうございます。うん。より、やっぱり、申し訳ないけど、はい、マダイのうまさっていうのが、やっぱりよくわかります。あ、うまいですか。うん。やっぱり脂よく乗ってて、そうやって言われて食べる食べ比べが楽しみですね別にね逆やったらな黒鯛がものすごい味が淡白すぎてね、はい、やっぱりねやっぱり王様やっぱり寿司の王様というか、うん、感じしますよねあ確かに、うん、あのなんか身の質感は似てるところもあるけどやっぱ味のなんか深みがちゃう深みがちゃいますね深みがちゃうじゃん、はい、あんまり使用紙がスーパーではないもんねあんまりないですねたまになんか切り身が売ってるのを見かけるかなぐらいですねお作りで売ってるとかはあんまり見たことがないですねこれは洗いにしたこちらはもうそのままでございますあ、そのままで、はい、どうでしたなかなか油乗ってるさっきやっぱり、う
タイ食べさせてくれてありがとうって思いました。どういうこと？いや、なんか申し訳ないので、タイより油、タイより油。いただきます。ちっちゃんは黒鯛とタイの比較からさらに鈴木までも比較対象入れちゃってそれはダメなことですか？全然魚種が違うから違うって話ですか？いや、うん、うん、まあ、ちょっとその考え方 もいいかも。うん、油の食感がいいですね。そうですね、うん、はい、食感がいい、うん、この3種類は、うん、結構面白いと思います。面白い、はい、うん、多分さっきギシャンさんがおっしゃったのはお寿司のコース的な流れだと思います。なるほど。最初にあっさりしたものからだんだん油の乗ったものまで素晴らしい。こんな玉でも乗ってますね。でもギシャンのその感覚が、はい、今回この3つのお寿司バチそうですね、はい、素晴らしいと思います。段階を経てよかったわけでしょ。そうですね、全部拾ってくれてる。ねえ、いつも食レポの時横ついてほしい。はい、またちょっと一緒に作りましょう。いや、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかまあ今回ね、ギッシャンとか黒田さんとか、まあ、出てくれたのすごい釣り好きなんだったらすごいスペシャルな回で、もう楽しくね、なんか釣りがすごくできたなと思うんですよね。で、まあそういう、まあ、釣りの本来の楽しさ、釣った魚を食べる美味しさ、感動っていうのを、まあ、今回の回は伝えられるメッセンジャーになれたのかなと思います。よかった、いいこと言ってくれた、ありがとうございます。おい、なんで失笑してんだよ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、あと、あれだね、あの景品で、そんなんいいですよ、いろいろやって持てるのに。ここ、もうこれ余ってるからじゃないんですよ。何やった？いや、いいさ、これ。はい、おー、ありがとう。あ、これね、あの、選んでください。すいません、いただきました。どうもありがとうございました。まあ、みんなが欲しがるっていうのはいやいやいや、羨ましい。あと、これはちょっとなんかネタだったんですけど、あの、本当のスペシャルプレゼントしました。まだまだあります。え、まあ、これからまたちょっと釣り、一緒に行って、ちょっとすみません、これ入力ちょっと呼び捨てになってます。いやいやいや、これは勝利者賞です。何用ですかこれ？これは、あの、タイラバー船で何でもできるやつ、ミッドゲームの、ありがたい。で、大阪湾でやる分にはこれでブリまで行けるんで。あ、そうですか。めっちゃ嬉しい。島野さんのミッドゲーム、あの、ちょっとお仕事上しまーす。なるほど、島野さん、ありがとうございます。これめちゃくちゃいいそうです。はい、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。あとリールはその対象魚種に合わせて、はい、付け替えてもらって。わかりました。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に今回ありがとうございました。これもありがとうございました。いただきました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。おすすめの動画はこちらです。インスタやグッズ販売の情報は概要欄をご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。